小浜市野台にある妙楽寺。鎌倉時代に作られた本堂は若狭地方最古のものです。本尊は24面千手観音菩薩立像。千の手と24の面で多くの人々を救うといわれる慈悲深い観音様です。その本尊の厨子にかけられているのが掛け仏。昔は僧侶しか仏を拝むことができず、庶民はこの掛け仏に手を合わせたといいます。妙楽寺には三面の掛け仏が現存。中でも扇形が残っているのは全国的に珍しいそうです。扇の掛け仏は室町時代に奉納された、墨書きがあるんですけども、真ん中に薬師如来様がありまして、向かって左側に太陽ですね、で向かって右側にお月さんですね、表しているわけなんですけども、ですので薬師三尊という形になりますね。ご神体の鏡と仏が一つになった掛け仏。扇形は現代でいう絵馬のようなもので、人々は願いを書いて奉納したといいます。明治時代の神仏分離、その時に掛け仏とか歴史的なものが処分されたっていう歴史があるんで、残っておられるというのはやっぱり、先人が守ってこられた宝なんでね、これはやっぱり守って引き継いでいかないといけないなと思います。厳しい時代を乗り越え、今に伝わる銅像扇形掛け仏。およそ600年もの間大切に受け継がれてきた人々の願いです。